朝ドラマレあらすじ予告6月11日木放送文「危機物語」みなみは自分が好きな人は高カではないとマレに告げました次の瞬間マレは察しましたみなみが好きなのは大介だとそしてマレの予想は的中していました 実の兄である上に定職に就かない大介が好きだという南が理解できないまで、南は説明します。大介とは血のつながりがないこと。そして、大介は優秀な司法書士なのだと。動揺したまれは大介に言いました。自分にキスしたことは誰にも言うなと。それに対する大介の反応は、あまりにも意外なものでした。大介はまれに付き合ってくれと告白したのです。 驚いて逃げるまは、電柱殺で南と遭遇。その稀を追ってきた大輔は、南の目の前で、稀に告げるのでした。さっきの告白への返事を聞かせてほしいと。